ではダブルパラディドルの説明をします。ダブルパラディドルとはこのパラパラディドルミヒミヒミミの反対パラパラディドル左ミヒミヒヒ、もう一回やると右左右左右右左右左右左左左っていう手順、これがダブルパラディドルっていうやつね。こんな感じです。この取り方が2種類あって、86的に1、2、3、4、5、6という取り方。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5。これはどっちかというと3拍子系な感じでね。ズンツッ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 ツ。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。それと、1、2、3、4。こういう4拍子的な。4拍子におけるなんか3連符トリプレット的な1、2、3、4、分かるかな、1、2、3、これ普通の3連符1、2、3、この取り方で1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4という2種類の取り方があります。これダブルパラディドルの特徴で、それと、練習方法としては右左を分けて練習するアイソレーティングイーチハンド、左右分解練習、こんな感じでタンタンタタン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 タスタタス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 タタスタスタ、またはウタッタウタンタンタタウタッタウタンタンタタウタッタウタンタンタタタスタタ、今は左手だけやりました。こういう別個に練習するまたはタンタンタタの右とタンタンタタ、最初のタンタンタタタンタンタタタンタンタタタンタン、こういう、コンプリートパターンから、コンプリートパターンというのは、完成されたミヒミヒミミヒミヒミヒ、ここから2打を抜かした形タンタンタタタンタンタタ、これを簡略化された、形を練習するのも効果的です。タンスタンタタタンスタンスタンタ、こういう風になります。まあ、こういうのがダブルパラディドル、そして16分音符のアクセント移動としても、実際、フレーズとかにね応用できるので、こんな感じで練習してください。例えば16分音符をタカ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 タ、この16分音符のアクセント移動タン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 ウタウンタタンタタ、こういう風に、フレーズの中で16分音符のバリエーションとして使うことができます。で最後の一発止まってるところをあのシングルパラディドルを持ってくるとも、のもいいと思います。こういう風にね、ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じです。ダブルパラディドルでした。